マドラガーナがイギリス王妃シャーロットの演祖であることを示す系図。マドラガーナ、ベン・アロアンドロ、後にマヨル、またはモル・アフォンソはポルトガル王・アフォンソ三世の目掛け。現在のイギリス王室の演祖の一人であり、アフリカ系の血筋を引いていたという主張がされている女性である。ムスリムの支配地域だった。 アルガルベ王国最後の拠点ファロの司法官の娘で1249年、アフォンソ三世がファロを征服して、ポルトガルにおけるレコンキスタを完了させた際、王の手元に引き取られた。その際に、キリスト教に改修し、マヨル・アフォンソあるいは、モル・アフォンソの洗礼名を与えられた。マヨルは中世のポルトガルでは一般的な女性名の一つで、モルはマヨルの短縮系である。 アフォンソは、洗礼の際、彼女に新しく、生として与えられたもので、アフォンソの娘を意味する。これは、アフォンソ三世自身が二十歳ほど、若いけの洗礼の大父、名付け親を買って出たことを意味すると思われる。マドラガーナの父親の名前は、アロアンドロ、ベンベカールだったが、彼も回収し、アロアンドロ、または、アルドロ・アンドヒルと名乗っている。 古いポルトガルの年代記の中で、マドラガーナは、他にも、モーロアナ、モーロアナヒル、マドラガニルなどと表記されている。マドラガーナは、アフォンソ王との間に、少なくとも、以下の二人の子を設けている。王の長を失った後、フェルナンデという男性と結婚した。夫婦の間には少なくとも一人の娘、三者フェルナンデスが生まれている。レはポルトガル語で、王を意味しており。 マドラガーナの夫フェルナンは、もともと国王の召使いを務めていたのだと、推測されている。フェルナンドレートは、王の召使いフェルナンを指すからである。マドラガーナの民族的出自については議論の余地がある。16世紀ポルトガル宮廷の年代記作者ドゥアルテ・ヌーネス・デレオンは、マドラガーナを、ムーア人としている。18世紀の歴史家、アントニオ・カエターノ・デ・ソーザは、 デレオンの説を否定し、現代の鹿たちもこれに追随している。彼女はおそらくモサロベだった。しかし、マドラガーナの15世代後の直系子孫の一人で、イギリスをジョージ三世に嫁いだ、シャーロット王妃の僧帽が、ムラートのようだと評されていたことから、その先祖であるマドラガーナが、ムーア人だとする根拠に乏しい説が蒸し返され、現代のイギリス王室に、 アフリカ人の血統が入っているという主張の根拠とされるようになった。しかしながら、マドラガーナの家族がネグロイドの血筋だったかどうか証明する手がてはなく、マドラガーナがアフリカ系の要望だった可能性は非常に低いと言わざるを得ない。そもそもマドラガーナの大勢の子孫の中で、シャーロット王妃だけにマドラガーナのネグロイド的僧帽が覚醒遺伝するということ自体、 考えにくいことである。ありがとうございます。